皆さんこんこにちは午後1時を回りました毎週水曜日のこのお時間からはあけぽんの「ハッピーワンニャンパーク」でお楽しみください。はい、えー、読谷村のですねこちら地域振興センターの3階からお送り、えー、ラジオ放送なんですけれども、えー、お天気はですねちょっと。 ちょっとじゃないですね。もうかなり霧がかかっているようなね、どんよりした、えー、お天気になっておりますけれども、えー、外はね、ちょっぴり寒いかもしれませんが、室内をね、暖かく、えー、過ごさせていただいております。はい、えー、昨日はですね、ハッピーバレンタインでしたが、皆さんいかがだったでしょうかね。はい、またこの話もですね、おいおいやっていきたいと思います。この番組は沖縄県内で大きく取り上げられております。 犬猫殺処分ゼロを目指してという活動の中で魅力ではありますがここ読谷村から保護されるワンちゃん猫ちゃんを減らし殺処分源へつなげたいそういう思いを込めてお送りしております昨年の「ちょっと待ってその命」から「ハッピーワンニャンパーク」に番組名を変更し犬や猫を正しく飼って住みよい社会に。 人もペットにも優しいハッピーな読みたんになっていきましょうという番組ですまたアケポンのハッピーワンニャンパークはインターネットからもご覧いただけます FM 読みたで検索しホームページのトップ画面から現在放送中のこの番組を見ていただくこともできますハッピーワンニャンパークでは皆様からのワンちゃん猫ちゃんの楽しい話題やまた共有してほしい情報 ワンニャンイベント情報などもお待ちしております。番組へのメッセージはこちらまでお願いします。F.M. 数字の七八六アットマーク F.M. 読みたんドット C.O. ドット J.P. F.M. 数字の七八六アットマーク F.M. 読みたんドット C.O. ドット J.P. までです。はい、えー、お昼も食べてですね。 もう午後からまたねお仕事っていう方もねたくさんいらっしゃると思いますどうぞお耳はアケポンのハッピーワンニャンパークでお楽しみください はい改めまして皆さんこんにちは、えー、水曜日の一時を回りましたはい、えー、今日はですねもう早速なんですけれども、えー、ゲストをお招きしておりますので、えー、入っていただきましょうねはいよろしくお願いしますどうぞはい <laughs> 皆さんこんにちは 私は N. P. O. 法人ワンズパートナーの会の理事をしております。佐久間佳代と申します。今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、佳代さん、今日もよろしくお願いします。お願い致します。もうね、佳代さんがね、そばにいるだけでね。私はすごく安心して、えー、ラジオ放送ができます。今日もよろしくお願いします、ね。お願いします。はい、えー、っと、昨日は。ね。 あのみんなドキドキしたハッピーバレンタインだったかもしれないんですけれども <laughs> 何かかよさんもあのバレンタインに関するエピソードありますか残念ながらないんです昨日もな何もなかったですか <laughs> 残念ながらドキドキはありませんでした <laughs> <laughs> ドキドキもなく淡々と日常生活を過ごしたかなってね犬の世話をしておましたそうですねあの一応我が家はあの なんてんていうですかねシュクルも含めて、はい、女の子なのでねあ<ー>あの女子が3名娘と私と3人で、はいはい、で一応旦那が1人なのでね、はい、みんなであげるかなって思いきや、はい、そうでもなくあ、はい、あらね <laughs> あのうちの娘なんかねあの毎年あのずっとですよ手作りであのチョコとかクッキーとかいろんなねケーキも焼いてた子が。うもう 本命がいるせいか別にいかな今としはとかあららららそれよりもんて言うんだろう試験がねテストがもう今日からテストが始まってるんですねそれでそれどころじゃないわよみたいな感じで必死でテスト勉強をやってましたけれどもうもらうんていうのかなあげる相手がね限定してるのでねばらまきはそんなになかったかなみたいなね感じだったんですけど。 うちもワンちゃんがもしチョコレートが食べれたらもう大量にあげたいところなんですけど <laughs> やっぱりダメです、ねね、犬はチョコレートはダメですねダメですね、はい、与えてはいけません、はい、ダメですって皆さん、はい、残念ながら、はい あの基本甘いのはダメなんですか？あの日本あの人間が食べるあのご飯とかおやつお菓子食事もすべてですけど味付けが濃すぎるんですね。犬の体ああいうちっちゃい体にそういう濃い味付けのものが入ると良くないので犬のあのドックフードとかあ食べちゃってもいいんですか？あ食べて味見してもあの味があるものほとんどないです。そうなんだ。いわゆる沖縄でいうとアファイ味がないですね。もうそれが犬の そうですよでもねあの犬が食べていいものだから多分人間もね食べてみようかな私まだでも飼い主さんによって本当に自分の愛犬がどういったものを食べてるかっていうのをまず自分が食べて体感してから与えるっていう方も結構いらっしゃるんですよね一度だけあのちょうどねあのバレンタインにも絡んでると思うんですけどあのえっとねお菓子御殿さんのあのちょうどワンちゃん用のねおやつのあの クッキーっていうのかな。あれはね。はい、あのベリーもでね。あの新しい商品ですよね。そう,そ,うそ,うそうなんです。あれがね。はい、あのこのえー、っと菓子工房危機のあの大木店の方にですね。あったので、うん、あのあこれ宿題に買って行こうかなとか思ったんですけど、はい、女の子だしとか思って、あ,<ー>あのあの自分たちが食べるものだけ買っちゃって。<laughs> おやつはまだお家にあったからみたいな感じで帰ってきちゃったんですけど、あ,ですあれはね。ちょっと。 食べたことがあるんですけどああ、はい、あの実はもうそのお菓子ちょっと笑い話なんですけど <laughs> <laughs> 昨年末にペットカーニバルってすごく大きなイベントがあってあ、うん、その紅いの,、ね、の,のワンちゃん用のおやつも出店しててたくさんもらったんですね、はい、あの皆様からえ、ええ、あのどうぞ犬にあげてくださいっていうことで、うん、持ち帰ってキッチンに置いておいて あの置いてたんですけど<え>そしたらあの私の旦那さんが半分以上食べて <laughs> なんてこったでやたら硬いし、うん、味もないしうん、うん、なんかこのお菓子おいしくないとか言って <laughs> よく見たら本人自ら気づいて <laughs> 犬よって書いてあるこんなに一杯食べてくれっの。 甘いんですけどほんのりやっぱりこのね香りがやっぱりね鼻に通る香りがねあのお芋の風味があってねあこういう感じで犬食べるのかなって思いながらね私はねやっぱり味はなくても犬って嗅覚がとても優れてるのでやっぱり匂いでご飯ってすごく選ぶんですよね。そううですねねねだからたまにはこっ あの楽しむことも必要なのかなと思いながらね,ね甘いのがだめだったらね、はい、チョコとかはね多分絶対だめなのでねそうですねもう与えてはいけませんね,んねチョコレートは、はい、また食べ物もね気をつけながらはい、はい、あの皆様からのねまたね素敵なこのバレンタイン情報うちはこうやりましたよ <laughs> ああやりましたよとかねワンちゃんにもあげましたよとかってのがあったらね、はい、ぜひぜひあのメッセージもいただきたいなって思っておりますえー、っと そうですね1曲あのおかけしたいなって思うんですけどももうちょっとだけおしゃべりしてからでいいですかね <laughs> 1, ね1曲,の曲見たらまだまだありますのでねはい、はい、えー、っとそうですねこの今日はですねかよさんもねいらっしゃるのでまたあの先週に引き続きですねあのこの「犬や猫の」はい、あの正しく「 買って住みよい社会にしていきましょうっていうのをね、ちょっと題材にね、うんはいろいろお話をさせていただきたいなって思うんですけれども、はい、えっとこのちょっとねこちらをね読ませていただきたいと思うんですが、えー、近年犬や猫に関する苦情が増え続けています。人と犬やこの人,あ人と犬や猫の調和の取れた住みよい社会を作るためには、まず飼い主が犬や猫の 嫌いいいな人もるるとととうここの立立場に立って考えることが大切です自分が嫌だと感じる行為は相手も嫌だと感じているはずです。人の立場を理解することがあなたのモラルを向上させひいては犬や猫との長馬の取れた住みよい環境づくりになると思います。ということでですね、うんえー、書かれてるんですけれどもやっぱりそこでね人と犬や 猫、ね、の長場の取れた住みよい社会を作るために、えー、どういったことを守,り守ったらいいのかなっていうことがね挙げられてくると思うんですけれども、うんはい、そういったことをねまたあの第2コーナーからいろいろねちょっとお話をね伺いながら進めさせていただきたいなって思います。ちょうどあの先週はあの読谷村役場のの環境衛生課の方 環境安穏化で良かったですかね。はい、はい、からあのお越しいただきまして信太さんの方ですね。でやっぱりこの読谷さんのの状況とかあとまあいろいろねあの苦情もある中であのこういった感じで住みよいあの社会づくりをしていきましょうということでですねあのいろいろお話をお伺いさせていただいたんですけれどもやっぱりワンちゃん猫ちゃんが困らないように生活するには。 買い主である、ね、私たちの方がどうすべきかっていうのがね、はい、あの大切な役割になってくると思いますので、うん、本当にそ,のそういったものも飼、ね、い主として学びながら、ね、あのまた情報をキャッチしながらあのより良いねこの読み短んにしていきましょうっていうのがねまたこちらの番組の狙いでもありますので、うん、そういったお話をねまたさせていただきたいなと思います。はいえー、まずはですね一、まあ、曲 お届けしてから次のコーナーからねその話をさせていただきたいと思います、えー、昨日はねあのバレンタインっていうお話もしたんですけれども中にはちょっと辛い恋もね <laughs> した人もいたかもしれないので <laughs> 今日はねちょっと大人のこの曲をねお聞きしてあ聞いていただきながらあのまた CM にねそのまま入ってきたらと思いますかけてみましょうねこちらの曲をどうぞ 時刻は1時16分を回ったところです毎週水曜日のこの時間はアケポンのハッピーバンニャンパークをお届けしております今日は NPO 法人ワンズパートナーのかい、えー、からかよさんがゲストでいらしております引き続きよろしくお願いいたしますお願いしますはいえーとですねここで一つお知らせを先にさせてくださいねはい、えー フルゲン中学校第44期生同窓会開催のお知らせです昭和51年4月から昭和52年3月生まれの古玄中学校第44期卒業生の皆さん同窓会を開催します今月18日土曜日夜7時開園体験王国紫村クくルくホールにて会費は5000円 入金期限は切れていますがまだまだ入金は可能です40歳という人生の中間地点を機に懐かしい仲間や先生と楽しいひとときを一緒に過ごしましょう「バック・トゥ・ザ・フィフティーン」「15歳に戻ろう」を合言葉により多くの古弦中学校第44期生の参加をお待ちしております以上古弦中学校第44期生同窓会開催のお知らせでした。 はい、えー、引き続き、えー、お知らせいたします沖縄セブンズ2017開催のお知らせです世界のトップチームがやってくる県内初女子7人制ラグビー国際大会が読谷村で行われます2月18日土曜日19日日曜日今週ですねザンパミサキホールあボールパークにて午前9時から午後4時30分までの開催となっております また女子ラグビーの体験会も同時開催18日土曜日午後1時30分ごろから始まります申し込みは不要小学生以上の運動ができる女性ならどなたでも参加できます詳しくは読谷村観光協会のホームページをチェック多くの皆様のご来場をお待ちしております以上沖縄セブンズ2017開催のお知らせでしたはい、えー ねまた今週もいろいろねたくさんの行事が行われる読み炭村ですが、えー、ねご興味ある方はぜひ足を運んでいただきたいと思いますはい、えー、さてかよさんはいはい、えー、今週はですねあの一緒にこの犬や猫を正しく飼って住みよい,い社会にしましょうということでですねお話しさせていただくんですけれどもはいえまず最初にですねはい、えー、この人と犬や 猫との調和の取れた住みよい社会を作るためにということでですね、えー「月のことを守りましょう」という中からまず最初にですね1番目に、えー「犬の放し飼いをやめましょう」というのがあるんですけれども、えー、犬の放し飼いはね犬に関する苦情の上位を占め離,れ離された犬による交渉事故が多く発生しています。 ね、散歩の時に、えー、自分の敷地内であっても必ず鎖あるープに繋ぐようにしましょうっていうことがね一番最初に挙げられているんですけどもこの交渉事故っていうのがね,あのうねどういったものなのかなっていうのがね、はい、あると思いますが実はあの今ワンズパートナーの会にも、はいえっと、沖縄県動物愛護管理センターからレスキューしたある1匹のあの。はいうん メスの生犬がおりまして、うん、でその子はですね沖縄県内のある場所で放、うんえっと、し飼いにされていたんですね、うんはい、でその敷地の近くを通る近所の住民を、うん、もう20人以上噛んで怪我をさせたということで苦情犬として、うんえっと、通報を受けた沖縄県動物愛護管理センターが捕獲に行って子犬とともに、うんはい 収容された母犬なんですけれどもっやっぱりあのそのそいきなり知らない人たちがやってきて、うん、あの首輪をかけて、はい、あの子犬たちと一緒に連れていかれたので、うん、やはり恐怖もありますし、うん、あのセンターに入ってからもですね「はい、もうこの子は噛みますよ、うん、危ないです」って「うん、もう譲渡は厳しいですね」っていう,もう殺処分寸前の 犬だったんですね、はい、ですけどあ,のある方が、うん、やはりあのこの子の姿本来の姿ではないということを見抜いてですねその方が引き出してくれたワンちゃんを今私たちが預かって、うん、あのこれから里親探しをするんですけれども、はい、あのやはり子犬を守るために母犬ですから凶暴になっていましたし、うん、あのまあ あの威嚇してたのも仕方がないといとうかでも引き出して、うん、あの人のそばに置いてあげると全く攻撃性のない子で、うんはい、とっても穏やかでいい子なんですね。うん、だけどそんな子が、ねうん、危うく交渉権という汚名を着せられたまま、うん、あの殺されてしまうところだったんですけれどもやはりやフリーにして。 いると自分の敷地テリトリーに入ってくる人をうのを守るために攻撃するっていうことは十分考えられることで、うん、そこはやはり飼い主さんが安心して、ね、あの子育てができる環境、うん、あちゃんとした小屋を置いてあげるとか、うんうん、人の通りが見えない場所にその小屋を設置してあげるとかですねしてあげれば 自分を防げた事故だったと思うんです。けれども、ねうんはい、やはりあの飼い主さんの責任が多い、ねうん、大きいと思います。そうですよね、はいはい。フリーにするのはもう自分の敷地内であっても、うん、もちろん公共の場では絶対 ng です。うん、はい、たまにあのあうちの子は大丈夫よ。っていう感じで、はいはい、あの堂々と、うん、あの人のねいる公園とか。うんうん いますね。でもフリーにして、うん、車がたくさん往来している駐車場もね、うん、犬だけがとこ,とことこと歩いてて。うん、あ、おいでーとかのんきに言ってる飼い主さんいますけど。うんあ,はい、あの大変危険ですので、うん、あの絶対にやめていただきたい。そうですね。はい、やっぱりマナーですね。はい、そうです。うん、はい。気をつけましょうね。はい。あとですね、二番目に、えー、犬や猫は絶対捨てないで。 もうなんか、ね、あの当たり前のようなことが書かれてはいるんですけれどもあの飼っていた犬や猫が自然界で生きていくことはです、ね、容易なことではありません犬や猫が野生化したためにそこにしか生息できない多くの希少動物が絶滅の危機に直面しています。 犬や猫の飼育者としての障害、えー、可愛がって飼いましょうっていうことでですね。犬や猫を捨てた場合は、えー、100万円以下の罰金が課せられますっていうことでですね、えー。まあ50万円から100万円以下の罰金が課せられるっていうことでですね。法律でも決まっておりますね。はい、はい。やっぱりあの買っていた猫や犬っていうのはやっぱりね、もう当然ですけども責任を持ってね、はい、飼っていただくっていうのが当たり前では。 ある,あるのでやっぱり迎え入れるときに、はいね、その覚悟があるかどうかってことででですすねね、はい、本当にその通りなんやはりあの命ですので、うん、犬や猫も、うん、あのぬいぐるみやおもちゃではありませんので、うん、あの家族に迎え入れるときに、うん、その子が大体何年ぐらい生きて、うん、家族構成がどうなっていくかっていうことまで考えていただきたいですね。 ではですね、えー、とこの次に行っても大丈夫ですか、はい、はい、ここですねあとこれは3番目に、えー、糞の始末は飼い主の責任です犬や猫の糞により、えー、歩道や公園が汚染されています散歩に行くときは糞の後始末ができるものを必ず持参して責任を持って適切に処理しましょう 猫は室内,室内で飼うようにしましょうっていうことがね、挙げられております。これもね、多分苦情の多いね、お話だと思うんですが、やっぱりね,ね、うんはい、これも当たり前のマナーで、はい、あの、自分の家族であるワンコが、うん、あのお外のお散歩中に、はい、あの、ね。 うんちをしちゃったおしっこしちゃったっていう場合の片付けというのはもうこれ本当に当たり前のことで今はですねスーパーのペットフードコーナーにもよく売ってるんですけどちゃんとうんちを拾う専用の袋というのが売られていまして非常に使いやすいでトイレに拾ったものも一緒に流せるタイプの袋が売っておりますのでそういうのを活用すると非常に始末がしやすいですし あと例えば、犬だとあのワンちゃんなどですね電柱を見るともうマーキングせずにはいられないマーキングが大好きなのでそれをやめさせることは大変ストレスですのでマーキングはもう犬の習性の1つとして受け入れていただきたいんですけれどもただ、そのマーキングをした後おしっこを引っ掛けた後の始末なんですけれども例えば、 台所用の洗剤の容器、はい、ありますね昔<で>ポンって引き上げてそうですね昔で言うとあのママレモンみたいな<あ> <laughs> 今もありますかね <laughs> ママレモンって、はい、そうですねあのくるくる回して開けるタイプではなくて、うん、あの ポンと上に引き上げるだけで中身が出てくるっていうタイプのものにお水を入れてですね、うん、持っていくとあの電柱にさっとポンと引き上げてさっとかけることができますので、うん、大変あの身近にあるもので役立つグッズかなと思います、うん、そういうのを拾う袋とあとお水を持参してですね、うんはい、でまずはその中身のお水はもし途中でワンちゃんが喉が渇いた時とかに、うん、あのはい,はい、はい お皿に入れて飲み水としても使えますしマーキングのあたかたづけとしても使えますしそう,す、ね、そういうあの、まあ、グッズですねお散歩グッズをいつもそれを揃えておいてですねうん、うん、それを持ってワンちゃんと一緒にお散歩に行くとあの、うん、周りの環境にもそうです、ね、配慮ができてます。はいはい ちょうど今このポンってねあのママレモンの容器って思い出したんですけどうちもこのペットボトルでねもう蓋を開けて持ってってやってたのであれいいですねもう蓋を引くだけでねペットボトルだとあの一気に量が出過ぎちゃってそうそうそう足りなくなっちゃってるよみたいなのは開ける時もねやっぱりちょっとしたことなんですけどやっぱりああのわ慌ててというかすぐ使えないっていうストレスがあると思うので洗剤の容器ぜひお試しくださいいちょうどあの大きさも ねちょっと大きめのをね、はい、選んで一つ置いとくとね便利かもしれないですね。はい、あいいですねこれあのうちもすぐ採用したいと思います。はい、はい、えー、っとですねあとあのこのお散歩をする中ででしたかねあのえー、っと近寄って欲しくないワンちゃん猫ちゃんのは。 お散歩はどうしても犬には毎日必要なものなんですけれども例えば、うちのワンちゃんは例えば保護犬をもらったんだけれどもとても心にトラウマがあって他人が近づいてくると恐怖を感じたりとかですねそういう子たちの近づいてほしくないワンちゃんのサインというのがあるのでそうなんです。ね 一応またじゃあそのサインに関しては一旦ねまた CM を挟んでその続きをねお聞きしていきたいと思います、はい、すみませんねまたね途中になってしまうのでねあの CM 挟んでお届けしたいと思います、はい、じゃあ一旦 CM に行きたいと思います、はい ワンニャンパーク遅刻は一時三十分を回りました毎週水曜日のこの時間はアケポンのハッピーワンニャンパークをお届けしております、えー、先ほどの続きでですねあのいろいろお話を伺っていきたいんですけれどもまたこちらのお時間を利用してですね、えー、f m 読みたんからお知らせをしております、はいえー、まず先にこちらのお知らせをしていきましょうね はい、ワンちゃん行方不明のお知らせです12月25日、えー、午後6時ごろ読谷村べの自宅からワンちゃんが行方不明になりました、えー、種類はマルチーズの雑種色は白身長は4 0ンチぐらいの老犬17歳です赤い首は名前はのんのんちゃんあまり人に近づかない人見知りをするワンちゃんです見かけた方は「 のんのんちゃんと優しく声をかけてくださいね心当たりのある方は FM 読みたん電話098-958-7860まで、えー、098-958-7860までご連絡をお願いいたしますはい、えー、のんのんちゃんですねマルチーズのこちらのワンちゃんですねぜひこういった、ね、あのワ,ンワンちゃん見かけたという方はですねぜひあのご一方ください はい、えー、続きましてもう一つですねワンちゃん行方不明のお知らせです一、えー、月二十七日金曜日の朝読谷村んそ徳地自宅から行方不明です種類は小型犬で豆柴混じりの雑種名前はクーちゃん、えー、性別はベスで年齢十五歳です首輪をすり抜けていなくなってしまいましたフルゲン周辺にいる可能性が高いと思われます見かけた方はクーちゃん と呼んでください。心当たりのある方は F.M. やミタン、電話零九八九五八七八六零、零九八九五八七八六零までご連絡をお願いいたします。以上ワンちゃん行方不明のお知らせでした。ここでですね、あのもう一つあのお知らせがあります。えっ、ー、と先週ですね、二月十日金曜日朝七時半ごろザキミ付近で保護していますって言ってたあのラブラドールのですね。 あの,ミスのワンちゃん、えー、こちらですね同じく2月10日にですね無事飼い主さんのもとに、ね、戻りましたということで佳代さんね、ねよかったですよね,本すねあの、本当に早めの解決でですね、うん、あのこちらの黒いワンちゃんですねはいあの飼い主さんのもとに戻りましたということでごめんなさいね、先ほどのね、えー、っと迷い犬のくーちゃん。 ーちゃんでですすねどうぞ、えー、こちらですちらょっとね見えにくいかもしれませんユ、えーストリームをねご覧いただいている皆様にもですね見ていただきたいんですけれどもまたねクーちゃんこちらのワンちゃんですのでぜひお心当たりのある方はですね FAB を見たの方までお知らせいただきたいと思いますご協力よろしくお願いしますはいねあのワンちゃんもねあの、まあ、いろいろな ことがあってねこうやってねあの迷子さんになったりもするんですけどもねやっぱりり大切なものがありますよね <laughs> はいまたね、えー、先ほどの、ね、お話の続きを佳代さんとしていきたいと思いますけれども、うん、はい、えー、先ほどねこのワンちゃんの性質でですかお散歩中にですね、うん、例えばあのうちの子はすごく怖がりで、うん、あ,のあまり他の人に 実はかまってほしくないっていう場合もあるんですね。うんはい、やっぱりあの可愛い,いワンちゃんが歩いてると、特にお子さんなんかね、ワンワンだって言ってわーって近づいてきて、うんはい、もうすぐ手を伸ばして触ろうとしてしまったり、あのね、女の人とかはやっぱり母性本能をくぐら、うん、あのくすぐられてね、うん、あーかわいいやーって、うん、なっちゃうあのもうごくごくある <laughs> 普通にあるんですけれども、はい、あの実はそういうのがすごく苦手なワンちゃんっていうのもいますので、あのそういう子の飼い主さん はですね、うん、あのうちの子実はちょっとほっといてほしいんだっていう、うん、あのを示すサインがありまして、はい、あの黄色いリボン黄黄色色いいリリボボンンですねをですね、うん、リードのどこか結んであげると、うん、あのあこのワンちゃんは今ちょっとそっとしといてほしい子なんだなっていうことに気付いて しいいってうサインになるのであまりまだちょっと普及してないところで残念なところなんですけれどもいちいち寄ってきた人にね口頭でねうちの子はこうこうこうでこうで実は触ってほしくないんですなんていうのもねちょっと飼い主さんとしてもねちょっとしんどいですよねそれをしょっちゅう言いながらお散歩するっていうのもね。 ものとしてこのイエローリボンプロジェクトっていうのがありまして、はい、黄色いリボンを身につけたり、うん、リードにくあの結んでいるワンちゃんは、うん、あの病気療養中だったり、はい、心のトラウマがあったり、うん、あまり他の方他のワンちゃんにも近づいてほしくないですよというサインっていうのをねまたあの飼い主さんだけじゃなくて、うん、それをまた皆さんが見て理解しないとあまり意味がないことになってしまうので,うで、ねうん、ぜひこういうこともね、はい、あの社会に浸透していって くれたらなと思いますす、うん、そうですね私も今日初めて知りましたこのイエローリボンっていうのですねやっぱりワンちゃんにもそれぞれねいろんな事情もありますしす、ねはいね、またそれをまた乗り越えてねあの、うん、なんていうんですかね人ともね、はい、馴染みができてくると思うのでね、はいはい、そういったのはまたあのどうぞ気遣ってあげてほしいなって形ですね。かりました じゃあまた次に進んでですね、えー、っと4番目、えー、運動と清潔さということでですね、えー、犬や猫のそれぞれの習性や行動をよく知り十分な運動や清潔さを保ちストレスがたまらないようにしましょうストレスがたまると性質が凶暴になったりむやみに吠えたりしてき、えー、これは近臨近所ですか近隣近い違いますよね何て読みますか まあ隣近所のですね、うん、え迷惑にもなりますっていうことでですねはい、はい、このやっぱりこの人人間からしたらねちょっとねあのむやみに吠えたりっていうのでねこの無駄吠えはいってよくね、はい、言いますよねこの無駄吠えも確かにあの苦情でかなり多いですって先週ねあのおっしゃってたんですけれどもそうですねはいあの人間 から言うと、うん、無駄吠えというふうに、うん、あの言いますけれども、はい、実はあの犬は無駄に吠えることはないですあはい、はいはい、ただ吠えてるのではなくて、うんはい、あの大体の場合が要求吠え 無駄吠えではなくて、要求吠えなんですね。人に何かを要求してるってことですよね。犬は人間と同じ言葉は持ちませんけれども。やはり吠えるということで、自分の意思を示していますので。ある意味犬の言葉なんですね。何々が足りないよ。何々してほしいんだよ。こうしてほしいんだよっていう。あの要求をしてるんですね。例えば、あの沖縄の夏はかなり厳しい過酷な。暑いです。暑い状況なんですけれども。 あの日陰もない暑い最中つながれているとですねわん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 吠えます暑いよ暑いよ助けて陰に行きたいよって訴えているんですねはい。それに気づいてあげることが大事です例えばお水もね渇ってなかった喉が渇いたよお水飲みたいよって吠えてるかもしれませんはい。何かを要求して吠えているのでそれに気づくということはもとてもとても大事です ただ「うるさい黙れ!」っていうことだけではないと思いますね。ですねあの。ちょうどやっぱりこの「無駄吠え」で「あそこの犬よく吠えてるよね」っていうのはねあの聞いたりも私たちもするんですけどもやっぱり何かがあって吠えてるのであの近所の方もねあのただあの役場の方にとかですねあの「うるさいけど」じゃなくってもし何かね 散歩とか何かの時に、ねうん、あの目にすることがあったら「ワンちゃん大丈夫ね昼間こんなして吠えてるよ」みたいな感じでねまた周りの方のですね、はい、あのこういったあのお話もあるといいかもしれまませんね、うん、そうです、ねまああの、うん、全く知らない人にねそういうこと言うのはちょっと勇気がいるかもしれませんけどご近所でね,、うん、ね親しい間柄であれば、うん、あのよく吠えてるけど、うん、あのなんか。 原因があるんじゃないとか、ね、ちょっとや、ね、んわいとね言っていただけると飼い主さんもね、うん、あっ私がうちにいない間に、うん、そんなことが起こってるんだ、うん、まあそれねそばにいないとわからないことなので,、うんなでね、お仕事に行ってる日中にね、うん、あの近所でお家にいらっしゃる方から、うん、そういう意見が いけたあのいただけたら、ねはい、また何か気づいて改善してくれるかもしれませんね、うん、そうですね、はい、ただうるさいだけの迷惑なね住民ってねならないようにね、はい、お互いでいろいろとあるといいなって思いましたはいでは五番目にですね、えー、不妊手術を、えー、受けさせましょうということであの放棄されている犬や猫の多くは子犬や子猫です小さくても尊い命です。 不幸な犬や猫を作らないためにも、えー、これは不妊ですね、虚勢避妊手術を受けさせましょうということでですね、はいうちのシクルさんはね、まだちょっと受けてはいないんですけども、うん、やっぱりあの、あのなんていうのかな、もう妊娠を望まないワンちゃんたちっていうのはね、はい、受けた方がいいっていうお話もね。まずあの具体的に、はい、あの想像してみたら、うん、あの分かると思うんですけど、はい、健康な、あのねまだ若い、うん 政権で、うん、あの赤ちゃん子犬を産む時は5匹とか6匹とか、はい、赤ちゃん産んだら、うん、その赤ちゃん子犬たちを。 どうするかっていうことを想像すればね,ねおのずと答えは出てくると思うんですけど、うん、あのいやももううちの子は大丈夫あのお家にいいるしし、うん、妊娠とかもしないかならっていいうのは分からないです、うん、あのやっぱり動物の本能というのは大変強いですので、うん、何キロも先から、うん、メスがそのヒートといって、うん、あのそういう成熟した赤ちゃんが産めるよっていう匂いというのはですね何キロ先からでも嗅ぎ分けられると言われていて、うんいはい、その匂い に引きき寄寄せられててがっで、あの本能ですのでもうどんなことしても壁をぬい登っても穴を掘ってもその雌犬のところに行こうとするんですねス犬はそうするとあっという間にああ赤ちゃんできちゃったっていうことになってしまいかねないそうなった時にもう生まれてくる命をどうするかを考えないといけないですね。であの沖縄県だと最近 昨年もちょっとあのフェイスブックなどでも問題になってたんですけど、はい、あのやんばるの方に捨て犬が群れをなして野犬化して。うん、あの 貴重なヤンバルクイナとかあ,あと人間にも威嚇したり、はい、襲ってきたりっていうことが問題になってるという野犬の群れができてるということがあったんですけれども、はい、あの子たちも元々あの自然界で、うん、あの野生で生まれたわけではなくて、うん、やはり人間が放棄した犬たち同士で発色、はいね、してしまったりしているのでやっぱり生きていくためにはね、うん、人間も動物も 食べないといけないので、うんはい、あの犬にとってはね、うん、あのヤンバルクイナがどれだけあの、うん、貴重なね,重ね生き物だとしても、うん、あの。 関係ないですよね。食べない、食べない。生きていけないわけですからね。そういうあの望まれない命をですね。あの増やさないということが殺処分ゼロへ。あのゼロの道のね、あの一番の近道だと私たちも思っています。なので、あのどこの団体さんもそうなんですけど。あの譲渡する犬猫っていうのは、あの避妊去勢を。 徹底しているはずです。うん、はい。私たちワンズパートナーの会も、うん、あの避妊去勢徹底して、はい、あの里親さんのもとへ送り出しています、うん。そうですね。やっぱりね、あの、こっちにも書かれてますけれども、放棄されるね、発揮される。あのワンちゃん、猫ちゃんの多くは子犬や子猫ですっていうことでですね、はい、大切な命ですのでね、はい、やっぱり今,今、あの、私も言われてドキッとしたんですけど、やっぱり一匹のワンちゃんでも猫ちゃんでも。 その1匹から生まれてくる命っていうのはね、はい、あの決して1匹ではありませんのでねで一気にまた23匹とか34匹って増えた時に、はい、じゃあこれをどう次の里親探しをするかっていうのもやっぱり課せられるわけですから、はい、そうなんですもう捨てるわけにはいかない、ね、まあ捨てる方もいるんですけど、うん、それはね自分が犬を飼ってる人としては。うん ね、ちょっと私たちにはもう理解しがたいですね、うん、例えばヤンバルの山に捨てて来ればもう戻ってこないだろうっていう距離までわざわざ行って捨てるっていう人もいてですね野生の中で食べるものもなくてお水も飲めなくてあの餓死して死んじゃうっていうことをあの想像したらそんなことできないはずなんですけどね、うん、そうですね、うん、やっぱりこれも飼い主のマナーとしてきちんとあの不妊手術もですね受けることをやっぱりねあの ワンちゃんを飼う中で、あの検討された方がいいですね。猫ちゃんもそうですけどね。はい、もう猫ちゃんもね、やっぱりあの、うん、その猫の保護をしてる団体さんの施設の前にですね、うんはい、捨てに来たりっていうことが頻繁にあるようなので、この辺も本当に困ったものです。そうですね、はい、注意していかないといけないことですね。はい、はい、またじゃあ一旦シエムさんでお届けします。 ワンニャンパーク先にあの時刻を <laughs> 1時47分になりました、はい、今日の,です、ね、このワンニャンパークのタイトルコールはドアラさんがお手伝いしておりますよ、皆さんよろしくお願いしますって感じで,ですねはいこれから毎週やっていこうかなって思ってます。はい かよさん今日はね1時間あっという間ですけれどもはい、はい、もういよいよですね最終コーナーになりましたはい、えー、最後にですねはい、はい、こちら、えー、犬の登録と狂犬病予防注射ということでですね、えー、生後91日以上の犬は、えー、登録これは 修正1回ってことですかね毎年の狂犬病予防注射を受けなければなりませんということでですね飼、えー、っているのは必ずですねあのこの市町村の方に登録してくださいっていうことになっております。なのでねあのこの間、えー、シュクルも、まあ、お引越しをしてきた際にですね読谷村役場の方に登録をしてきたわけですけれどもシュクルもね今、えー、読谷県として。 ちゃんとね登録されてています、うんはい、初めてのねあの多分登録の時には登録料っていうのがね出ると思うんですけれどもそれは1回だけですのでまたあのお引越しした際はですねあの人間と同じ住民票のねあの転居みたいな形で一緒に登録ができると言っていましたのでぜひ皆さんもですねうちのワンちゃん登録してなかったわっていう方はねあの登録していただきたいなって思います。あとまた今年もね あのまた年度末を終えてあの新年度からスタートすると思いますけれども毎年、ね、この狂犬病予防注射というのが、ね、あの集団接種で各市町村で行われますねうん、うんはい、あるというふうに、ね、お聞きしましたので、えー、この登録を、ね、していると、えー、漏れがなくちゃんと、ね、あのお知らせが届くということでしたので、えー、ぜひぜひあの登録していただきたいなって思います。 はい、えー、っと加代さんの方からもお知らせありますか毎週日曜日に、うん、NPO 法人ワンズパートナーが行っております、うん、あの犬の里親さん探しのワンワン譲渡会なんですけれども今週末19日の日曜日はですね、はい、えっと場所がバ、はい、原町の、えー、環境の森ふれあい という場所で、はいはい、11時から14時まで行っておりますので、はいはい、もしあのお時間のある方はかわいい保護犬たちに会いに来ていただきたいと思います。毎週っていうか第1第3は あれですよね、はい、本、来だったらね。そうですね、はい、あの、いつもはペットボックスさんの那覇店と茶谷店で交互に行っているんですけども。今週は、今週だけですかね。はい、環境の森、ふれあいという場所、南風原町にありますので。はい。荒川の方でしたかね。すごく、あの、はい、芝生。のうですよね、あの、ワンちゃんをお散歩させるにも、とても広々として、気持ちいい場所ですので。ぜひ、あの。 政権と一緒にですね。すねはい、ご家族でいはいいらしてください。うん、で、あの迷子札、ねの、大作戦もまだやっておりまして、はい、あの会場にあのいらっしゃった方に迷子札を無料で差し上げておりますので、うん、ぜひもらいに来てください、うん。そうですね。もうね。この番組は？これを伝えるためにあるような、はい、番組ですのでね。<laughs> はい、もうぜひ首輪と。 迷子札はセットでつけるっていうことがね、はい、重要ということでですねはい、はいえー、と今週はねあのワンズパートナーの会の佳代さんと一緒にですね1時間お届けしてきたわけですけれども、えー、この犬や猫をですね正しく飼って住みよい社会にしていきましょうということで今日は6つの項目をですね一緒にあのお勉強してきました。はい あのこの迷子札ねもう毎回毎週「あのこの迷子になってますよ」とか「あの保護してますよ」っていうワンちゃんの,、ね、あのお知らせを読むたびにやっぱりねこの迷子札がねついていたら、はい、もう早い段階で,です、ね、あの飼い主さんのもとにあの送り届けることができるんだけどなって思うんですけども、うん、やっぱり万が一、はい、もう万が一起こった時のため って思わずにもう私もね室内外してる時はずっとあのつけていなかったんですけれども、うん、この迷子札ねあの室内外でもやっぱり必要ですよね、はい、そうですこう、うん、たくさんで、ね、迷子になるワンちゃんがいるのを見てもわかるように、うんうん、うちの子に限って大丈夫 どっかあの遠くにうちから離れたり遠くに行ったりしないわっていう飼い主さん多いんですけどうん、うん、でも、こんなに毎日毎日迷子の犬を探してますっていうことが上がってくるということは、うん、やはりあのいつ何時、うん、あのうちの子がその迷子になるっていう可能性はあ,のあるということですので、うんはい、その時に備えて、うんはい、迷子札さえあればどなたかが保護してすぐに連絡が来ます。うん、それを知らんふりする人はいないなと 思いますのい、言葉が話せない愛犬のために、うんはい、室内外であっても、うん、常に迷子札を、はい、アクセサリー感覚でつけてあげてほしいです。うんね、大切な 家族ででですのね、はい、うんでまたあの今日はですね毎週お話ししておりますけれども、はい、こちらもですね「ユーストリームをご覧の皆様ドアラささんんごめんなさい <laughs> ちょっと寝といてくださいね、はい <laughs> はい、ちょっとねバランスがちょっと悪くてごめんなさいねはいこれ、えー、私たちが今ですねあのこうやって見せてる T シャツなんですけれども、はい、これは。 この T シャツは M サイズと L サイズで2種類、ね、色がちょうどえんじですか、これはね。はい、と、あとこのオフホワイトの方ですかね、はい、こちらの方があって、ですねこれは1枚1つ2500円となっております。 はい、この T シャツをです、ねえー、ご購入いただくとその代金がですねべて、このワンちゃん、保護されたワンちゃんたちの、えー、これは病院代って言った方がいいですかね、はい、医療費ですね、の方に当てられますので、えー、私もよくねお声かけいただくんですけれども、この T シャツ、どこで購入できますかってねお話しいただくんですけれども、えー、FM 読モみたいの方にもです、ね、常時置いておりますので、ぜひぜひあのスタジオ見学をねし,しに来ていただきながら。 購入しししててていいいたたただけらなっっ思おおりまますすよろく願時間ねもうあっという間でしたけれどもそろそろねもう終わりに近づきましたが <laughs> 今日も、えー、どうでしたか佳代さん。はい、もう毎回やっぱり緊張して <laughs> 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 ね緊張私も緊張しますけど <laughs> みたいなねでも2人だとどうにかね <laughs> 乗り切って楽しくあやってますが <laughs>、はい、今日は。 ユーストリームを、ね、ご覧いただいた皆さんにはわかるかもしれませんが、はいはいね、こちらの、ね、野原が応援してくれてましたのでぜひ、えー、生で見れなかった方はユーストリームまた見ていただけたらなって思ってて思おります、はいえー、お届けしてきましたあけぽんのです、ね、ハッピーワンニャンパーク。えー もうそろそろお時間となりました。えー、また週末に向けてですね、いろんな行事もあります。えー、ぜひぜひ上戸会の方にもですね、足を運んでいただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。いますはい、えー、今日のお相手はアケポンと、はい、NPO 法人ワンズパートナーの会の佐久間佳代でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。